はいどうもこんにちは、スクーター散策日記です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。わかりますかね、実はヘルメット新調したんですよ。松永のベスト8です。ウェビックの売れ残りカラーでした。売れ残りだけあって結構お安く手に入りまして、ポイント込みで4万7000円ぐらいやったかな。久々に松永に戻ってきたんですけど、めちゃくちゃいいですね。風切り音も静かだし、軽いし、多分雨漏りもしないし、ベンチレーションもちゃんと効いてますね。それでこの松永についてちょっと元ブログ形式でいろいろ語りたかったんですけど、さすがにカンペがないとお伝えきれません。なんですいませんが、ちょっとこの後ナレーション方式に切り替えて松永のことを語っていこうと思ってます。スクーター散策日記ではナレーションです。改めましてヘルメット新調しました。松永 Z8 です。さすがに発売だいぶ経ってレビューするのも今更感ありありなんでしないですけど、久々の松永やっぱりいいわ。松永ヘルメットってまあまあお高いじゃないですか。でも結局一番コストパフォーマンスが高いんじゃないか説。頭部全体を包み込むようなフィット感が最高。これ吊るしの M サイズでフィッティングしてないんですけど、まるでオーダーメイドしたかのようなフィット感は安心感すらある。ベンチレーションはしっかり風を感じるのにピーピーと肩切り音がしない。前に使ってた海外ヘルメットなんて大げさなベンチレーションついてるけど全然風を感じませんでしたから。なのになんか知らんけどカサカサと変な音するし。 Z8 は静粛性も良くて肩切り音が少ないね。以前に J クルーズってジェットかぶってたんですけど、購入して8年目ぐらいにインカムスピーカーが耳に当たって痛いとサポートにメールしたんですよ。翌朝の営業開始時間に返信メール来ましたよ。対応豆すぎでしょ。その内容がもしかすると不具合かもしれないので調べたいから着払いで送ってほしいと。メールで質問した理由が耳の痛くなる原因を突き止めたかっただけで、単純に興味本位で質問したんですけどね。ずっとかぶってなくて押し入れにしまってたヘルメットで、送るのも面倒で修理はいいやと思ってメールを無視してたら松永から直電来ました。どうしても不具合を直したいから修理代いらないので着払いで送ってほしいって。普通メーカー直々に修理させてほしいってお願いしてきます。ほんまもんの職人集団ですね。多分データの蓄積とかに活用するんですかね。その熱意に負けて面倒やったけど送りました。どうも耳のあたりのスチロールの立て付けが悪かったみたいで、それを修正しましたと。お詫びの手紙と一緒に松永ステッカーまで同梱されてました。とっくの昔に保証が切れてるヘルメットまで面倒見てくれるサポートの手厚さは、さすがプレミアムヘルメットの名に恥じません。先ほど修理した後行った J クルーズですが、先日メルカリにて売却しました。2012年製造モデルが 14,500円で売れました。12年落ちのヘルメットの中古をよくもそんな値段で購入しますよね。そのぐらい松永はリセールバリューが高い。最近のモデルならもっと高額で売却できるんじゃないでしょうか。フィッティングが必要ないならウェビックでちょいちょいセールやってます。ポイント還元も積極的なんで、たまに覗いてみるとお得に買えるかも。あとネット通販では詐欺に気をつけてください。異様に安値で販売してる店がありますけど、あれ全部詐欺です。個人情報とお金だけを持っていかれますので注意です。
省エイの正規品を販売している EC サイトは限られているので、ウェビック、ナップス、南海部品だけにしましょう。それと中古のヘルメットはやめといた方がいいです。単純に衛生面でもそうなんですけど、どんな落とされ方をされてダメージが蓄積しているかわからない。そもそも売却する理由がいらなくなっただけでしょうか。不具合があって他人に押し付けるなら最悪です。あとアリエクスプレスなんかで偽物が1万円ぐらいで売ってますけど、そういう偽物を本物と称して出品する輩もいるかもしれないんで、中古は絶対手を出さないで。命を守る装備ですので、素直に新品正規品を購入しましょう。世の中にはいろんなコスパと呼ばれる商品がありますけど、だいたいコストだけがフォーカスされてパフォーマンスはおだなりじゃないですか。快適性、機能性、サポート体制、リセールバリュー、購入から売却までトータルすると、実はどのメーカーよりも省エイはコスパがいい気がします。あ、アライと OGK は持ってないのでノーコメント。コスパ最高のヘルメットは省エイで決まりってことで、今回はこの辺で。スクーターさん族日記。省エイ Z8 なんですけど、ものすごく静粛性が高いですね。風切り音しないわけじゃないんですけど、なんていうんかな、低いボーという音なんで、全然耳障りじゃないんですよね。あとやっぱりめっちゃ軽いですね。今顎にオズマアクション4とアルミ製のマウントホルダーをつけて、まあ、200g 以上にはなってると思うんですけど、それでも重量バランスが崩れていないのか知らないんですけど、全然首に来ないですね。結構内装が窮屈めなんですけど、頭頂部とチークパッドを2つと3点支持になってるんで、うまく重量が分散されてて、余計に重さを感じないっていうのもあるかもしれないです。前にかぶってた海外製のヘルメットはちょっとサイズ大きすぎたんですよね。だからこういうカメラみたいな重量物をつけてると、だんだんこう前に下がってくるんですけど、 Z8 は全然それないですね。いやー、これほんまにいいわ。やっぱり省エイは抜かりがないね。もう何をするにも丁寧というか、で今の省エイのヘルメットって、このチークパッドの真ん中あたり、あのプラスチックの骨みたいなのついてないんですよね。だからこういうインカムのケーブルとかも全然傷めずに通せるし、すごいよく考えて作ってるねこれ。今までの省エイはこの内装にかます爪みたいなのが端から端までつながってたんで、爪切りで切ってそこにケーブル通してたんですけど、もうその必要がなくなったから。それともう一つ嬉しい誤算だったのが、今までかぶってたヘルメットって、あのメットインに収納するときにこのオズモアクション4をマウントから外さないと収まらなかったんですけど、この Z8 はめちゃくちゃコンパクトにできてるから、カメラついたままメットインに収まるんですよ。やっぱりヘルメットって軽い小さいは正義やね。軽い小さいに越したことはない。あともう一つ言い忘れてましたが、この上方向の視界がめっちゃ広いんですよね。だからこう空を広く感じられて、より開放感があるというか、うん、なんか景色が明るい。当チャンネルではバイクに関する情報を発信しております。高評価、コメントいただけると嬉しいです。チャンネル登録もポチッとよろしくなのだ。